ジョージ・ベイジー、ジョージ・ベイジーは、イギリス生まれのアメリカ合衆国の植物学者である。アメリカ農務省などで働き、アメリカ自然史博物館の国立標本館の学芸員を務めた。イングランド、ノース・ヨークシャーのスカーブラ近くのスナントンに生まれた。家族は、ベイジーは1歳の時にアメリカ合衆国に移民し、ニューヨークのオリスカニーに住んだ。ベイジーは12歳で学校を辞め、 定員として働いた。働きながら植物学に興味を持ち、植物学の書物を手書きで写し、植物学を学んだ。博物学者のニースカンと知り合い、さらに多くの植物学者を紹介され、手紙のやり取りをするようになった。地元の多くの植物を集めたが、論文を発表するようになるのは1870年代になってからである。1846年に、 バークシャーイ学校を卒業した後、結婚し、イリノイ州のリンウッドに住んだ。1854年に雑貨店を開いて、家族と母親を養った。1858年に、イリノイ自然史協会の創立会員となり、その後、数年間、学会の会主や、イリノイ州で創刊された、週刊新聞、プレーリー・ファーマーに記事を書いた。1864年に、 子供の一人を失い、妻も衰弱したので、リッチビューに転居したが1866年に妻を失った。しばらく執筆をやめ、その後カフと再婚するが、生活は苦しかった。1868年に、イリノイ自然史協会の会員で探検家のジョン・ウェズリー・パウエルに誘われ、ロッキー山脈やグリーン川とコロラド川周辺の学術探検に参加した。 エンタマラジストボタニストの編集を行った、後、イリノイ州立大学自然史博物館の学芸員となった。その後、学芸員を止め、チャールズ・クリストファー・パリーの後を継いで、アメリカ農務省の主任植物学者となり、標本館の充実や、フィラデルフィア万国博覧会での森林資源展示など、貢献した。スミソニアン協会が運営する、国立標本館の標本、 特に総本類を充実させたことで知られ、1889年に名誉学権威に任じられた。エイサー・グレート・ジョン・トーリーの著作、北アメリカの植物賞の総本類の領域に貢献した。1864年にイリノイ・ヨエズリアン大学から名誉学位を受け、1869年にアメリカ科学振興協会のフェロー、1892年に アメリカ芸術科学アカデミーの会員となった。ジェノバの1892年国際植物会議に出席し、副議長を務めた。息子のジョージ・リチャード・ベイシーも父親の後を継いで、アメリカ農務省で働き、植物の収集を行った。イネ科の植物の俗名ベイシア、ベイシーフロアやウリ科の植物の俗名、ベイシアンソス、ツツジ科の種名ロドデンドロン・ベイシーがベイジーもしくは、 その息子に、懸命されている。ベイシーは、植物の学名で命名者を示す場合に、常時ベイジーを示すのに使われる。ありがとうございます。